テルモ・サラコとテルモ・サラオナ・インディア・モントーヤは、スペイン・ビスカヤ県、エランディオ出身のサッカー選手。スペイン代表。ポジションは FW。プリメーラ・ディビシオン通算251得点は、歴代3位である。1921年1月20日に、ビスカヤ県エランディオのアスア駅近くで生まれた。父親のテルモ・サラオナ・インディアは義手であり、アスア駅の駅長だった。 サラオランディアとトマサモントーヤの間には10人の子供がおり、テルモは7人目の子供だった。兄弟のうちトマスとドミンゴもプリメーラディビジオンでのプレー経験があり、2人はアレナスクルブデゲチョでプレーした。ドミンゴはスペイン内戦で亡くなっている。サラは1937年に西軍ダディビジオンに所属していた SD エランディオクラブとプロ契約を交わし、 1939年にトップチームデビューした。当時はスペイン内戦の影響で国内が混沌とした状況にあった。1940年にはビスカヤ県最大のクラブであるプリメーラディビシオンのアスレティックビルバオに移籍し、1940年9月29日のバレンシア CEF 戦でデビューした。この試合は2から2の引き分けに終わったが、サラは プリメーラ初得点を含むチームの2得点すべてを挙げている。1941から42シーズンには軍隊に入隊するために一時的にクラブを離れた。サラはアフリカ大陸のセウタに派遣され、セウタのサッカーチームで非公式戦を何試合かプレーしている。1942から43シーズンにはコパデルレーでレアルマドリードを下して優勝したほか プリメーラ・ギビシオンでも自身初の優勝を果たし、クラブは2冠を達成した。1944から45シーズンには26試合に出場して20得点を決め、自身初の得点王に輝いた。1955年までアスレティック・ビルバオに在籍した。2は1944から45シーズンから3シーズン連続で得点王となり、 通算では6回得点王のタイトルを獲得した。リーグ通算251得点は歴代2位である。カップ戦では81得点を記録した。1950から51シーズンには30試合で38得点を上げて1シーズン最高得点記録を樹立した。また、このシーズンにはカップ戦も含めて公式戦、通算48得点を上げており、後に、 リオネル・メッシに抜かれるまで1シーズン、最多得点記録であった。1989から90シーズンには、ウーゴ・サンチェスも38得点を記録している。2010から11シーズンには、クリスティアーノ・ロナウドが40得点を挙げて、サラとサンチェスの記録を更新したが、それまでサラの記録は50年以上も破られなかった。1955年には、 アスレティックビルバオを離れ、SD インダウチュとバラカルド CF で1シーズンずつした。34歳で現役を引退した後は、スポーツ店やレストランを経営した。2006年1月24日に、心臓発作のために85歳で死去した。彼の死去後、スペインのスポーツ紙マルカは、シーズン最多得点を挙げた、スペイン人選手に贈る賞として、サラ賞を創設した。 スペイン代表では20試合で20ゴールを記録している。1950年の FIFA フフワールドカップ、ブラジル大会ではイングランド代表戦で決勝点を記録し、チームを過去最高位の4位に導いた。なお、スペイン代表がこの成績を上回るには60年後の 2010FIFA フフワールドカップをまたねばならなかった。1951年2月18日のスイス。 代表戦では一試合4得点を記録している。ありがとうございます。